はいどうもイロです。本日はカリーが母校の後輩たちに教えた練習8選というテーマの動画です。今シーズンに入る前、カリーは母校であるデイビッドソン大学に訪れ、バスケ部の選手たちが見学する中ワークアウトをしていました。今回の動画ではその時に行っていたワークアウトを分かりやすく解説していきます。ハンドリング関連からシュート、フットワークまで様々紹介するので誰でも参考にしやすいはずです。またチャンネル登録と高評価をしていただけると動画作りの励みになりますので、どうか教えていただけると嬉しいです。それでは解説していきます。ぜひ最後まで見ていってください。まず一つ目に紹介するのはフットワークです。このフットワークは 1-2-3、1-2-3 とサイドステップを踏んで、2往復分ステップを踏んだら走り出します。このフットワークを見て皆さんきっとなんでこんなにゆっくりやっているのかと疑問に思ったはずです。おそらく僕の推測では、このフットワークは早くステップを踏むことではなく、常に骨盤の上に体幹を乗せておくように確認したり、股関節で衝撃を吸収してそれを走り出す時に利用する感覚を確認することが目的だと思います。ただ適当にステップを早くしたとしても、体がブレまくっていたり、本来使いたい方向にエネルギーが向かなかったら意味がありません。もちろん早くステップを踏むことも大切ですが、それ以外のところにも目を向けてみるようにしましょう。続いて紹介するのはテニスボールドリブルです。ただいつも紹介しているような一人でやるテニスボールドリブルではなく、ペアになって練習するものになります。ワンドリと同時にテニスボールを投げてレッグスルーします。そしてその後に反対側の手でまたテニスボールをキャッチするという練習です。テニスボールを自分一人で扱うわけではなく、もう一人のパートナーに投げるという動作が加わっていたり、一個のテニスボールではなく二つテニスボールを用意して連続で投げてくるため、通常よりもより多く脳を鍛えることができます。一応テニスボールハンドリングの目的がわからない人もいると思うので説明すると、テニスボールハンドリングはドリブルの無意識化のためにやります。より無意識的にドリブルをついてテニスボールを扱う方に意識を向けることによって、実際の試合でもドリブルを無意識的につき、パスやシュートなど他のところに意識を回すことができるようになります。続いて紹介するのは2ボールハンドリングです。この練習はワンドリクロス、ワンドリクロスと続けていく練習です。ただボールをクロスするときは、前を通したボールはずっと前、後ろを通したボールはずっと後ろと固定し続けなければいけません。ちなみにこの練習は僕がカリーと会ったときも全く同じ練習を教わりました。かなり昔から取り入れている練習みたいです。ちなみにこの映像でカリーはカリー10を履いていますが、皆さんはカリー10買いましたか？僕はサワーパッチキッズのカラーだけ買いました。もし買っている人がいたら何色を買ったのか、ぜひコメント欄で教えてください。続いて紹介するのはドリブルフットワークです。まずはレッグスルーで下がっていき、次にビハインドで横移動していきます。そして最後は前にアタックしてレイアップを打ちます。普段のドリブルではきっと止まってドリブルするか、動いたとしても前に向かってしか動かないと思います。しかし動ける方向は前だけではなく後ろや横様々あります。なのでこの練習のように後ろに下がる、横に動くなど、いろいろな方向へのドリブルフットワークを鍛えましょう。ちなみにこの練習全く同じことをトレイヤングもやっています。実際僕も学生時代この練習をよくやっていましたが、練習し始めの頃は意外と難しく、思った通りに足を動かせなくて苦戦しました。もしこの練習をやってみてあまりにもできなすぎるという場合は、まずは大きく動くのではなく、この映像のように一定の範囲内だけで足を動かすドリブルフットワークからやってみるといいと思います。続いて紹介するのはキャッチ&シュートの練習です。コーナー45度トップ、そして逆サイドの45度とコーナー、合計5箇所をシューティングしていきます。1本目はディープ3、2本目は普通の3ポイント、それぞれ連続で2本決めることができたら次のスポットに行けるというルールです。人によっては難しいと感じる人もいると思いますが、今の自分にできることだけやっていても成長はしません。難しいと感じるからこそ練習する価値があります。そしてよくこういうシューティングを紹介すると、一人でできるシューティングがしたいと言ってくる人がいますが、シューティング系のメニューに関しては複数人でやった方が絶対効率がいいです。誘うのが苦手とか断られるのが怖いとか、そんなことを言っている人は論外です。できない理由を並べるのではなくて、どのようにしたら実現できるかを考えてください。例えば僕なら、バスケットボールにおけるシュートの重要性を説明した上で、何本以上外したらパサーとシューターを交換するから、バスケットボールにおいて最も重要なシュートを双方メリットがある状態で練習できるよというふうに提案をします。自分のやりたいことを人に伝えるプレゼン能力は絶対に将来役立つので、バスケだけではなくそういったところも勉強してみるといいと思います。またシューティングは自分の打ちやすいリズムを見つけてシューティングするようにしましょう。例えば僕の場合、ワンツーミートの左右で踏むステップが得意で、一定のリズム感を保てています。他にもホップミートや右左でストップするパターン、いろいろあると思いますが、皆さんはどんなリズムで打っていますか？ぜひ教えてください。
続いて紹介するのはディフェンスをつけてのシューティングです。見てわかる通りディフェンスの距離めちゃくちゃ近いですよね。我々一般人なら打つのをためらってしまう距離です。ただ僕がカリーと会った時にカリーから直接聞いたことなんですが、 NBA という化け物の世界ではこのくらい近い距離にディフェンスがいてもワイドオープンとして認識されているみたいです。なんでディフェンスがそんなに近いところにいるのに打つんだよって思うシーン NBA で結構あると思いますが、 NBA 選手にとってはきっとあれがワイドオープンなのでしょう。もちろん NBA 選手のシュート力あってこそですが、そのシュート力はこのくらい近くにディフェンスがいたとしてもワイドオープンだと思えているからこそのシュート力でもあります。要は入っているから打てるのではなく、打てると思えるから入っているという考え方の方が大切になってくるのではないかなと思います。なので1個前の練習でも言いましたが、できないことをやろうとしたり基準を高く設定することがとても大切になってきます。続いて紹介するのはポストムーブでのシューティングです。パスを受けるのと同時に左にショルダーフェイクをして、その後にターンしてフェードアウェイを打つパターンと、ボールをもらったらそのまま左にターンするパターンがあります。どちらとも使えるようにしておけばディフェンスの守り方に応じて駆け引きすることができるので、どちらとも練習しておくようにしましょう。そしてこの練習を見てポイントガードにポストムーブはいらないだろうと思った方いるかもしれませんが、めちゃくちゃいります。なぜならポイントガードイコール全員身長が小さいという時代はとうに終わっているからです。大きい人もいれば小さい人もいます。なので仮にポイントガードだとしても自分のマークマンが自分よりも身長が小さいという時があります。そういう時はそこの穴を狙わないといけません。もしポストムーブを練習していなければ、せっかくミスマッチという穴があるのにそこを攻めることができませんよね。特に日本のバスケットを見ていると、自分のマークマンが自分よりも身長が小さいのにそこをポストムーブで狙わないでわざわざ外からワンオンワンをするというシーンをよく見かけます。なのでしっかりとポストムーブを練習してミスマッチの穴をつけるようにしておきましょう。また自分の身長が小さくてポストムーブされる側の人も自分でポストムーブを練習しておけばポストムーブに対する守り方も理解できるので、練習をして損することはありません。最後に紹介するのはドリブルからのシューティングです。ビハインド逆グライドを2回繰り返して、その次に通常のビハインドでグライドします。そして最後にステップバックをして完了です。逆グライドとはこの映像のようにドリブルした方向の逆にグライドすることです。インバートグライドというのが一般的な名称です。カリーはビハインドを使った逆グライドの練習をよくやっているので、もしかしたら得意なムーブの一つなのかもしれません。ということで今回の動画は以上になります。もし動画のリクエストなどありましたらコメント欄で教えてください。このチームヒロというチャンネルではバスケスキルや練習方法、あなたのバスケライフに役立つ動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。